アラン、またはアラン・カルバーリョことアラン・ドグラス・ボルジェス・デ・カルバーリョはブラジル・サンパウロ州バボサ出身のサッカー選手。中国、スーパーリーグの公州足玉クラブに所属している。ポジションはセンター・フォワード。カルバーリョのところをカルバリオ、カリバーリョ、カルバリオとボルジェスのところをボルフェス、ボルゲスとドグラスのところをドグラス、ドグラス、 ダグラスと表記されることもある。中国名はアボコクブラジルでは、グアラニ FC、ロンドリーナ EC、フルミネンセ FC でプレー。フルミネンセ FC の一員として2010年には、カンピオナーとブラジレーロセリエ A で優勝を果たしている。ブラジル全国選手権優勝後、オーストリアブンデスリーガに属する FC レッドブルザルツブルクに移籍。2010年8月28日の SV。 マッテルスブルク戦にて、オーストリアブンデスリーがデビューを果たす。当初は、欧州サッカーへの適応や、全十字人体損傷等の大怪我による、長期離脱等で苦戦するが、2013年2月に、長期離脱から復帰を果たすと徐々に、チームの柱に成長。2013から14年シーズンのスタンダールリエージュや、アヤックスを破っての UEFA ヨーロッパリーグ10。 連勝や2014年と2015年のオーストリア・ブンデスリーガとオーストリアカップでの連覇に貢献する。リーグ得点王のタイトルはチームメイトのホナタン・ソリアーノに譲っているが2013から14年及び2014から15年シーズンではオーストリアカップの得点王を受賞。さらに2014から15年シーズンには UEFA ヨーロッパリーグの得点王に輝いている。 サディオ、マネ、ケビン・カンプル、ホナタン・ソリアーノらと共に構成された攻撃陣はファンタスティック4と高く評価された。合計5年間所属した FC レッドブルー・ザルツブルクではオーストリア・ブンデスリーがオーストリアカップ UEFA チャンピオンズリーグ及び UEFA ヨーロッパリーグを含め公式1129試合に出場し93得点37アシストを記録した。 2015年1月16日、中国サッカースーパーリーグの公衆日差しへ移籍することが発表された。移籍金は1100万ユーロの4年契約。背番号は7番に決まった。2015年3月3日に行われた AFC チャンピオンズリーグ2015の第2節で、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC と対戦する直前練習で負傷した。 左膝前十字靭体断裂と診断され、その後は一試合も出場することなくシーズンを終えた。2016年3月6日の重軽力保足玉、クラブ戦で復帰。その後は、リーグ戦27試合で14得点8アシストを記録し、中国サッカースーパーリーグでの優勝を果たした。2019年2月、天津展開即球クラブに、レンタル移籍。同年末に、 中国国籍を取得、中国代表入りの資格を得ている。2020年から北京国安にレンタル遺跡。2021年5月30日、グアム代表戦で中国代表デビューしに得点を挙げた。2015年11月26日現在、ありがとうございます。